こちらカワウですね。あのカワウっていうのはあの、まあ、全身真っ暗の鳥で、はい、あの最近はあの、ね、いろんなところであの魚食べちゃうからっていうことで嫌われてるんですけれども、小島干潟ではね意外にあの年中通して見える鳥なので、結構人気な鳥になってます。で、あの特徴というかこの鳥あの他の鳥と全然違ってて、体が非常に重たい、あの他の鳥に比べると骨密度が高いというか体が重い作りになっているので、あの潜って魚を取るのに非常に、ね、適した、体をしているんですね。で今度潜った後です、ね、飛ぶ時に、濡れたままでは飛べないので、羽をある程度乾かせて、飛ぶというのがよくね、あの鵜飼で使うと間違えられるんですけれども、あの鵜飼の鵜は海鵜っていうね、海に住んでる鵜を使っていて、基本的にカワウはね、あの鵜飼では使ってないっていうのがありますので、皆さんぜひね覚えておいてください。